皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。エンゼルスのアルテモレのオーナーが10日、日本時間11日、MLB 公式サイトの電話取材に応じ、サクオフに大谷翔平投手、30と再契約できなかった理由を明かした。写真、エンゼルス時代カメラマン席に落ちる連ドンを見つめる大谷。大谷はエンゼルスから FA となった昨年12月、10年総額7億ドル。 1> 約1015億円という破格の巨額契約でドジャースに移籍。ブルージェイズ、ジャイアンツからも同様のオファーがあったといわれるが、新天地に西の名門を選んだ。モレのオーナーは、マイク・トラウトと2030年までシーズンあたり3750万ドル、約55億8000万円で契約し、アンソニー・レンドンは26年まで3850万ドル、約57億2000万円。 で契約したため、大谷翔平と再契約することは不可能になったと告白。大谷とは最後まで交渉を続けたが、財政難でマネーゲームにはとても太刀打ちできなかった内情を打ち明けた。エンゼルスは昨シーズン、大谷に対する多くのトレードオファーを受けながらポストシーズン出場を優先するためすべて拒否。結局、プレーオフ進出も大谷も逃してしまった。 逃した魚はあまりに大きく、エンゼルスは今季、主砲のトラウトが左膝手術で5月に早々と戦線離脱するなど戦力が整わず、球団ワーストを更新する99敗でシーズンを終えた。54本塁打、130打点でリーグ2冠に輝き、チームをナ・リーグ西地区優勝に導いた大家の活躍とは対照的な屈辱の1年となった。その一方で 23本塁打を放ったザック・ネトナ内野手2320本塁打の老眼をホッピー捕手24同じく20本塁打をマークしたジョー・アデルナ内野手25と楽しみな若手も台頭モレのオーナーは若い選手が何人かいて今まで以上に厚みがあるそして26年にはさらに厚みが増す25年を見ている時は25年と26年の組み合わせを見ている 私たちがしなければならないのは25年にできるだけ競争力を高めることだ。26年をより深くするためにも何かをしたいと考えていると巻き返しに自信を見せた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。